森かすみ、テレ東の嫌われ元穴丸々、田中南の道、カンコピ爆心中。アンアン手書きも、生存手段は超困難な、あざと可愛い,いからの卒業。元テレビ東京アナウンサーの森かすみ、28が12月6日発売のアンアン、マガジンハウスのバランスバストの作り方、特集に登場。表紙グラビアを飾り、 話題を呼んでいる。森は11月30日に自身の X、Twitter と Instagram を更新。アンアン2376号。表紙を務めさせていただきます。6分の12発売。ぜひ、お手に取ってみてください。というコメントともに、デコルテと谷間を大胆に披露した。アンアンの表紙画像、グラビア画像を投稿した。 フォロワーからは、素敵すぎる。アイドルですね、テレビでの笑顔が眩しい。目のやり場に困ります。などの絶賛コメントが殺到した。今年3月にテレ東を退社してタレントに転身ですが、見事なまでに田中みなみさん、37の路線を踏襲していますよね。ワイドショー関係者。 田中は2014年9月末をもって TBS を退社。以降はフリーアナウンサーとして活動していたが、2017年9月のアンアンのリバスト特集に登場。表紙では肘でバストトップを隠した過激なショットを披露し、大いに話題を呼んだ。田中さんはアンアンを機にどんどん売れ。しね、そして、 これまでも元 TBS アナウンサーの宇垣美里ささん32のような田中さんと同じような路線を行くタレントもいましたが完全にはなぞる感じではありませんでした。しかし森さんはわかりやすいぐらい田中さんと同じあざとかわいい路線を突き進んでいますよね。オファーがあったからなのでしょうがアンアンのバスト特集に登場という全く同じことを堂々とやっている。 そんな森さんはガチンコであざとくて極めて計算高いとかつてから言われていました。テレ東でアナウンサー職に就いたのも一つのステップに過ぎなかったともっぱらです。前室のワイドショー関係者2020年9月の週刊文春文芸春秋がテレビ東京の女性アナウンサーの音声流出騒動を報じた。 アナウンサー室内での女性アナウンサー同士の会話がエ w i ター上に流出。その内容はスタッフを馬鹿にする発言や辞めた先輩アナウンサーであるスミレイナ33を中傷するようなものでネットを中心に大きな盛り上がりを見せた。記事によると流出音声の発言手は森と池谷美優アナ27で本人たちも曲側の事情聴取に この発言を認め、スタッフや先輩アナウンサーに謝罪したという、前室のワイドショー関係者が続ける。テレ東内部でもあの子って自分のこと芸能人だと思っているよね、いや、早くやめてほしいという、声が上がっていたと言います。結果、すぐに退社してタレントに転た本当にあざといながらも見事ではありますよね。そして、先を行く田中みなみさんは、 フリーアナウンサーから女優へと転身。ちょうど田中さんがいたポジションが空いている。ということもわかっていて森さんはこのタイミングでタレントに転身したのではないでしょうか。ただ、ここからどう生き残っていくのかが勝負になっていくでしょうね。田中さんの写真集は60万部の大ベストセラーになりましたが、彼女がすごいのはその購入者の半数以上が女性だということ。 女性に圧倒的に支持されているんです。曲穴時代、そしてオムザーとして活動していた頃、あざとかわいい田中のファンは男性が多かった。ところが、田中はその後、男性受けから女性受けへとシフト。今では美の伝道師的なポジションを築き、メイク雑誌、ファッション誌のモデルとしても活躍している。 男性に支持されるような可愛くてセクシーなタレントは今後も次々と出てくるわけです。露出するだけでは消費されてしまう。田中さんはその路線から女性受けにシフトチェンジ。今や田中さんのファンはほぼ女性です。田中さんのような華麗な路線変更は非常に難しいことではありますが、彼女は見事にやってのけた。 森さんは現状、男性から圧倒的に支持されていますが、芸能界で長く生き残っていくためには、田中さんのように、あざと可愛いいから卒業する。必要が出てくる。ただ、実際にやってのけることはとても難しいことでしょうね。全道。田中南路線を爆心する森。この先の進むべき道も見えている